トさん、シンバルチョークについて教えてください。未知でズボラな私は、時に打ちっぱなしにしてしまう時もあります。と言って誰かに聞かせるわけでもなく、ひたすら、一人で寂しく練習してるだけなんですけどね。シンバルチョークっていうのが、シンバルを叩いてすぐ止めるっていうやつなんですけど、なんかこういう。なんか僕の止め方的には、なんかこの人差し指と中指の間、ここに、この、シンバルをこう入れて、で、なんかこの、ここかな？こう、よいしょ。ここのところ。ここのところで、こう、あ、こっちの方が見やすいか。こう入れて、で、親指と、ここの後ろの指で、シンバルを止めるっていう感じにしてますね。これまあ、スティック持ったままやるんで、こう入れてるのかな？これね、急いでやると怪我するんで、なので叩く手と同時に引き左手を向かって叩くっていう感じかな。こう。そう。タタトンっていったこの手と左手をもうすでに添えるみたいな。これなんかでこっからいくと怪我するので、なので叩く手と一緒にこういって、止めるみたいな感じのことを心がけてもらうといいのと、あとなんかシンバルチョークで止めるときも、まあ言ったらリズムなので、パウ、パン、パンぐらいの感じで、こう、みたいな、タウ、タウみたいな、なんかちょっとこうリズムよく止められると、いいと思いますね。なんかこれがタイミング的に同時になると、こう、なんかそれが、ガッ、ガッっていう感じになるので、なんか16分音符1個分。たこ焼き、たこ焼き、たこ焼き、たこぐらいで止めれるように意識をできると、なんかいい感じにシンバルチョークが、いけるんじゃないかなと思いますかね。